こんにちは、花クラブの宮川です。今回はリクエストレッスンからプリザーブドのラウンドブーケのご紹介です。花材はこちらユーカリのみ造花です。花材にワイヤーをかけテープを巻いて下準備をしていきます。今やっているのはカーネーションですね。クロスメソード、十字にワイヤーをかける方法です。今度はピアスメソード、横差し止めです。ワイヤーの番手を1つ上げて横差しのみですが、ワイヤーがぐったりと垂れなければこれでも OK です。花材の準備が終わりました。お疲れ様です。バラの中から中心にしたい綺麗なものを一輪決めます。そのバラを中心にして周りに花材を足していきます。直径20センチのブーケなので高さと半径が約10センチです。少し飛び出すユーカリ以外はほぼ10センチで折ってまとめていきます。慣れない場合は時々フローラルテープで留めていくと作りやすいです。注意点は視点をずらさないこと。1点から放射状に配置します。その1点をメカニカルフォーカルポイント、略してメカニカルと言います。前回の動画、コサージュの作り方でも出てきましたね。メカニカルがどんどん下がっていきやすいのでずれないように注意します。ずれ防止のためにもテープで留めておくといいですね。慣れてくればテープで留めなくっても作れるようになります。ポイント2つ目はバラの角度です。綺麗なラウンドにするために面に沿っているか見ながら配置していきます。へこんだり出っ張ったり輪郭が三角形になったりしていないか気をつけます。花と花をきれいにつなぐためには花びらのどの位置を上にするかも大事です。ポイント3つ目は花材の配置です。特に大きなバラの配置は最初にだいたい決めておきます。慣れないうちは小ぶりな花材から入れる傾向があります。やりにくそうなものを後回しにしやすいんですね。大きな花材は後になればなるだけ入れる場所がなくなってしまうので早めに使いましょう。そして全体の花材配置も大切です。同じ花材が2個並ぶのは OK ですが、花の中心が縦横に並ぶのはよくありません。少しずらして配置しましょう。最下部の底辺にバラが並ぶ場合、2個以上同じものを並べないようにしましょう。種類を変えるか並んでも2個までにします。また花材の種類のバランスも大切です。前後左右にほぼ同じ量の花材を配置します。ボリュームのバランスが崩れないようにしましょう。時々真上から見たり真横から見たりしてアウトラインが崩れていないかチェックします。人は自分に甘いので都合のいいように見る傾向があります。きちんと真上から、そして真横から正しく確認しましょう。でも時々とっても自分に厳しい人がいます。大して気にならないところを気にして触りすぎるケースがあります。仕上がった時に花材配置やアウトラインが綺麗でも触りすぎて花自体が汚くなっていれば魅力は著しく落ちます。花を傷めないように作ることが一番大事です。へこんでいる花材を引っ張り出します。必ずワイヤーを持ってゆっくりゆっくり引き出します。ここですよね。うん、そうだね。ちょっとだけ隙間が気になるかな。バラを足します。飛び出てるよ。周りとのつながりが悪いね。ちょっと回すと花びらの形っていうのは違うので、回転していってあげて、いいところで止めてあげる感じ。バック処理のグリーンを足します。ワイヤーのみのところでほぼ90度に折り、メカニカルにあてがいます。結束します。ハンドルは一握りと指2本程度でカットします。根元から先までフローラルテープでハンドルを巻きます。リボンで巻き上げます。で、最後は輪っかを作って下から上に引っ張り上げる。ループリボンを取り付けます。完成です。ピンクローズのロマンティックなブーケが仕上がりました。ブーケスタンドに立てても、綺麗な花瓶に入れてアレンジ風にしてもいいですね。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。